の私です。僕です。私と僕と愛しさと切なさと心強さ、ペンタゴンパラダイスです。はい、久々の更新ですね。他のシリーズものより明らかに投稿頻度少ないですからね。ネタが思いつかないんですよ。まあそういうこと言わない方がいいと思います。最初と最後の挨拶のやつのネタ全然思いつかないって。動画の企画の話じゃないんや。さて今日の企画はですね、はい、何でしょうか。2人で料理作ってみた。やっとまともな企画ですね。いつもまともでしょうが。何の料理を作るんですか。今日はチャーハンを作っていきたいと思います。いいね。中華料理で33番目ぐらいに人気あるやつですね。絶対もっと人気あるやつ。今回は33位をね、作っていきます。1位から32位が気になるわ。ちなみに1位は角煮とレタスのチャーハンです。2位が角煮のチャーハンで、3位がレタスチャーハンやろ。それ4位から32位もさてはそんな感じやろ。というわけでね、早速キッチンに移動して材料紹介からいきます。あー、どうしたん。私と終わらせようとしてる。何が起きたん急に。さっき買い物行ったんやけど、米と卵買い忘れた。僕とタカとトラとバッタ、ペタゴンパラダイスでした。わぱぱぱぱ